皆さん、こんにちは。1960年代後半のグループサウンズ全盛期から最前線で活躍し、ソロとしてのシングル総売り上げは1241万枚を記録した沢田研二さん。現在の壮絶すぎる癌闘病や妻の田中優子が献身的に支える姿に涙が止まらない。今日は沢田研二さんのことについて紹介します。まずは、沢田研二さんの経歴とプロフィールから紹介します。沢田研二は日本の歌手、俳優、ソングライター、ザ・タイガースおよび PYG のボーカル。両親の実家がある鳥取県岩見郡角井村生まれで京都府京都市育ち。ニックネームはジュリー。妻は女優の田中優子、義弟は俳優の田中隆三、前妻は歌手の伊藤恵美。1960年代後半のグループサウンズ全盛期から最前線で活躍し、ソロとしてのシングル総売り上げは1241万枚を記録。1982年から1991年までの9年間は歴代1位の座を保つ。アルバムも合わせた総売り上げは約1572万枚。ザ・タイガース、PYG 時代も含めたシングルの総売り上げは1668万枚に上る。現在もおしどり夫婦として有名な沢田研二さんと田中優子さんですが、なれ始めはどのような経緯だったのでしょうか。二人の関係は当時も話題になったようですね。沢田研二さんはザ・ピーナッツの伊藤恵美さんと結婚していましたが、そのあたりの経緯も調べてみました。田中優子さんと沢田研二さんのなれ始めは1982年に番組で共演した頃と言われています。沢田研二ショーという看板組へもたびたび田中優子さんをゲストに招いていたようで、その頃から交際していたと言われています。沢田研二さんは伊藤恵美さんと結婚していたが、沢田研二さんの前妻の伊藤恵美さんは当時双子デュオのザ・ピーナッツとして大人げでした。二人は1975年に結婚しています。結婚当時、沢田研二さんは27歳、伊藤恵美さんは34歳でした。当時、比叡山でのコンサートでファンの前で結婚を披露したそうです。伊藤恵美さんは沢田研二さんと結婚して芸能界から引退。1979年に息子が生まれています。二人は1987年に離婚することになります。田中優子さんと沢田研二さんは略奪愛だった。田中優子さんと沢田研二さんの関係が噂になったのは1982年頃ということですから、まだ伊藤恵美さんと結婚生活が続いていた頃ですね。二人の馴れ初めとなった男は辛いよ、花も嵐も虎次郎は1982年に公開された映画で、田中優子さんは恵子役、沢田研二さんは三郎役で出演されています。その後、沢田研二さんの番組に田中優子さんがゲスト出演された映像が残っています。最高の離婚を見てた頃に検索してよく見てた動画、お気に入りを入れて時々見てる。田中優子さんの色気が半端なくて、1986年の映像でも二人の仲のいい様子が伝わってきますね。沢田研二さんの離婚は田中優子さんが原因だったのか。沢田研二さんは1987年に伊藤恵美さんと離婚することになりますが、田中優子さんとの関係が原因だったと考えるのが普通でしょう。沢田研二さんが支払った慰謝料は18億円だったとのことです。田中優子さんは1983年に NHK のテレビドラマ「おしん」で大人げとなります。この当時から沢田研二さんと付き合っていたことになりますね。田中優子さんは沢田研二さんから刺激を受けたのか、歌手としても活動を始めます。1986年には TBS のベスト10にも出演しています。この頃から二人の交際は世間的には知られていたようです。田中優子さんと沢田研二さんは1989年に結婚。沢田研二さんが伊藤恵美さんと離婚してから2年後の1989年に二人は結婚します。沢田研二さんが41歳、田中優子さんが33歳の時でした。田中優子さんと沢田研二さんに子供はいるのか。
離婚する前から隠し子と水面下で不倫関係にあったという声も多い。実のところこれは単なるナンセンスである。沢田研二には息子がいるが、田中優子との間にできた子ではなく、伊藤恵美との間にできた子である。田中優子さんと沢田研二さんの間には子供はいません。沢田研二さんは伊藤恵美さんとの間に1979年に生まれた男の子がいます。出産当時伊藤恵美さんは39歳、高齢での出産ですね。12年の結婚生活を経て1987年に離婚した沢田研二さんと伊藤美恵さん。伊藤恵美さんは女手一つで長男を育て、沢田研二さんは全く息子さんに会っていなかったそうです。ひとりさんも伊藤恵美さんに気を使って会わず、そのまま伊藤恵美さんは癌で亡くなってしまいました。双子の妹伊藤由美さんは生涯独身を決め込んでいたのですが、ひとりさんのことを実の息子のように可愛がり、2012年に恵美さんが亡くなって以降、妹の由美さんとひとりさんは二人で暮らしていました。しかしひとりさんが自立を希望したことをきっかけに、2013年の春頃、由美さんとひとりさんそれぞれ引っ越しをしまして、ピーナッツが売れに売れたことを象徴する東京、世田谷にある100坪を超える広大な土地に建設した地下1階、地上2階の豪邸は土地ごと売却。2013年の秋頃には豪邸も取り壊され更地になったといいます。ちなみに2人の引っ越しし先は、ひとりさんの引っ越し先から車で10分ほどの距離だったようで、由美さんは引っ越し後ひとりさんの自宅へ行っては洗濯物をクリーニングに出したり掃除をしたり、身の回りのお世話をすることで甥の顔を見る機会を作ろうとしていました。由美さんは一人暮らしが寂しかったようですね。2016年、由美さんは75歳で他界されました。沢田ひとりさんが沢田研二さんに会いに行ったきっかけは、伊藤恵美さんから沢田研二さん宛ての手紙を預かっていたからと言われています。亡くなる前の闘病中に書かれた手紙だったそうです。伊藤恵美さんも長い真息子さんがお知事さんに会えなかったことを気にしていたのでしょうね。そんな経緯なのですが、2013年にひとりさんは初めて沢田研二さんのステージを見に行ったそうです。ザ・タイガースのライブで感動した息子さんは、親父はすごいと周りの人に話していたとか、その後は楽屋でなんと25年ぶりの再会を果たし、沢田研二さんは感動の涙を流したそうです。当時人気絶頂だった沢田研二さんと伊藤恵美さんの結婚は世間に衝撃を走らせました。沢田研二さんと女優田中優子さんとの不倫がなければ、家族3人仲良く暮らせていたのかもと思うと悲しいですね。長男の親権は伊藤恵美さんが持ち、慰謝料は18億円に上ったという噂です。息子からしてもまだ幼い自分たちを裏切った父親を恨んで当然だと思いますが、ライブを見に行って再会したりと気持ちの整理が済んでいるのかもしれません。近い将来息子さんが沢田研二さんと共演する可能性もあるかもしれませんね。キネマの神様の志村健さんの代役に沢田研二さんが決まったというニュースが入りました。そこで沢田研二さんを調べてみたら、志村健さんと似ているという噂が。私の中では志村健さんは変なおじさんというイメージで、沢田研二さんはかっこよくて色気のある人、侵略のイメージでした。と言っても最近の沢田研二さんを知りません。最近の沢田研二さんが活動をしているのか調べてみたいと思います。調べてみると、と2人は仲が良かったという話もありました。本当はどうなのでしょうか。沢田研二さんは1967年から1984年の間、渡辺プロダクションに所属していたようです。その時に志村健さんは事務所の後輩だったということです。お互いにリスペクトし合っていたという情報もあります。沢田研二さんと志村健さんは若い頃本当に息の合ったコントを見せてくれています。志村健さんのタレントさんの力を引き出す能力、コントを作り上げる力はすごいですね。それだけでなく、沢田研二さんのセンスなくしてこれらのコントは生まれなかったと思うのです。沢田研二さんはコンサートで、
埼玉アリーナのドタキャン騒動をファンに謝罪しています。自分は頑固でどうしようもない人間、私は厄介な人間です。あの日神経が違和感を覚え心が揺れました。私はブレない人間じゃありません、いつもブレていますと謝罪した。加齢が原因の老人病とは？ジュリーは昔からマスコミに対してもなびかず自分の考えを貫くという感じです。コンサートのドタキャン騒動もジュリーらしいといえばそれまでですが、調べてみると加齢が原因で起こる老人病がありました。ジュリーのコンサートドタキャン騒動も老人病が原因ではないかとも言われています。老人病とは加齢により脳の機能が変化し自己中心的になる老人特有の症状です。元週刊文春記者で高齢者問題に詳しいノンフィクション作家の新郷由紀さんが著者の老人たちの裏社会で書いています。本来は加齢とともに人間性が円熟していくはずが、実際には問題行動を起こして不良化する老人たちが急増しているとのことです。確かにあなたの周囲にも切れやすい老人っていませんか？何をやるにしても自分が中心でないと気が済まない老人って多いですよね。脳の中デリ性を司る前頭葉が衰えることで感情が抑えきれず爆発することが原因です。また脳の老化に加えて先が長くないのに我慢をしたくないという自己中心的な考え方が加算されるわけです。偉大な歌手として沢田研二が健康でファンに素晴らしいショーと音楽を届けてくれることを心から願っている。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。